宣言の山口です。もうまだ己を知りません、ね、柳さん。何言ってんだよ。いいじゃん、私だって気分的にはゲストの気分でやってるんだから。ゲストを紹介します。増田美也ちゃんです。あ、おじゃない。どうもこんばんは。どうも。はい、ごめんなさいね、この後ね。本当にどう、どっか似てるでしょ。全然どこ似てない。うまい。何今この裏ツッコミ。これみんなコストさんとか言ってる。大阪出身、やっぱりな。やっぱり普通出ないもん、これは。出ない、まあ、いくつでしたっけ。18出ないの。あれは2年ぐらい来たら、プラグラムあのビデオ見ましたけども、はい、あの地球防衛省庁イコちゃん、はい、ね、あれ完璧お笑いですもんね。そうですね。ね、完璧な、もうなんかこの漫画をそのままね、したっていう感じの、それをあのイコちゃん役でね、主役でやってる、ね、どうですか、今って。はい、でも自分で好きなようにできるから、監督もそう、好きなようにやっていいよって言ってるから、何でもありです。何でもあり。はい、そうだろうな、結構自由な気持ちだ。何でもありっていうの。いやでも結構ね、順位やらせてもらってましたよね。え、日光やでおらいっちゃってなんか応援のなんとかがいいやつ。でも面白かった。面白かったですね、うん、でほら結構ね、あのほら俳優さんなんかもね。そうですね、あの機械ダーの坂直哉さん。あ、うん、それとかあと、うん、竹中さんとかね。あ、そうそう、それに京本さん。あ、そう、京本まさきさん出てたんですよね。目張り入れて、目張り厚化粧でしょ。見たことない。ああ一緒に会わなかったんですよ。はい、シューティング別の日だ。そう、ね、美恵ちゃんがあの江戸の方にタイムスリップしちゃってる間に、あの現在のところで出てきてる役だもんね、はい、うん、大江戸大作戦、これが6月の22日発売されてますね。はい、そうです。これはもう今言ってくればもうああいうところビデオ屋さんで売ってるわけですね。売っていますね。はい、でも芸能界どのくらいになりますか。小学校6年生の頃から劇団に入ってたんですよ。子役で。子役 で、ね、じゃあ元々じゃあ子役でやってて。はい、じゃあなんてすんなりそのまま上に上がったという感じ。う、ね、はい、じゃ あ、 あのビデオ撮ったりなんかするときは別にもうお茶の子再生だったんだ。はい、でもやっぱり緊張しますよ。そう、結構いいじゃないの、竹中直人とかね、行くって演技指導してるんじゃないの。竹中さんちょっと違う、臭いな、その演技。やってたんじゃないの。なんて言っても6年いるからこの世界で。ダメよ、こういうビデオに青年座の演技持ってきちゃったらなんか言ったじゃないの、あんた言ったでしょ。だから赤頭が薄くなんねえとか、なんか言ったでしょ。竹中さん薄くなったね。アデランスつけてたりね、してましたよ。ね、本当に。あ、そう、ほら頭使いすぎるから。あ、そうですね。そう、私みたいに頭使わない人はどん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 今どんどん1年1年どん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 おでこが狭くなる。ふさふさしちゃう。そう、そのうち眉毛と髪の毛くっついちゃいけないから。つかない。くっつかない。思いっきり突っ込んでおりましたけど、これが CD で
ゆくちゃんの中に入っている曲、これはいつ発売でしたっけ？6月1日。あ、もう発売されてる。なりました、はい。あ、じゃあビデオよりも先にこっちが発売されてるんですね。そうです、はい。ね、歌ってました、ビデオの中でも。これを聴いて、うん、それでビデオを見るとね、なお一層楽しめる。そう、それもあれですよ、ビデオの中じゃ普通のあれで歌ってませんからね。あ、日光江戸村で歌っちゃってますからね。江戸村、あそこであの時代劇の格好してくれた人、あの日光江戸村で働いてスタジオに協力的にやってくれたんですか？うん、声でかいでかい。みんなね、みんなほら外で仕事してる人ばっかりだから。おーいとか言って、ね。そして新曲の方も発売されてましてね、電撃的ロマンス。どうですか？これですね。良い曲です。良い曲。はい。良い曲で言われましたらね。これはどんな感じの曲なんですか？電撃的ロマンス。ですね、突然一目惚れみたいな。いや、活発な女の子の歌。お、じゃあそのままだ。かな。うん。活発な女の子が突然もう、うん、こうやって、あ、あなたのこと好きとかなんかって。そうそうそう。告白してしまうっていう。うん。あ、そんな感じの歌で、私はモテるのよって感じの。あ、自分の方が言ってたりする。積極的な感じ。うん。ああ、もう自分でももう昔からモテる子だった、小学校時代とかなんか。全然。あ、でも可愛いから。私小学校の時、なんで私こんな顔でかいんだろうって思っちゃった。大きい？それは何、私に対する嫌味？いや、違いますよ。全然。最初に会った時は私の顔で、あ、でかいと思ったでしょ。突っ込んでやろうとか言って。一応あのね、ジャンの人も一応芸能界先輩だから。あ、そうですか。いくら私顔がそうですよ、まだ座ってるからいいけども、はい、立った時余計全体の比率を見ると私顔でかいの分かるんですから。自分でも顔でかいと思ってるんですか？私頭でかいってよく言われます。あ、それも私に対して皮肉。違いますよ、頭は小さい。顔でかいけど頭小さい。なんか美和ちゃんに言ってることみんな私の欠点ばっかりじゃないの？自分のことのように言って。あさってなんですけど、はい、おこそかに東映アニメフェアの鳥山明さんのザワールドっていう。そうピンクっていう、はい、ピンクピンク映画じゃないです。てかこの間言われたんです、ピンク映画じゃないですよねとか言って。ピンクっていうあの映画なんですけど、うん、アニメの映画でやります。そのピンクになっちゃうわけ。ピンク声とあと主題歌を歌います。あ、そう、主題歌。主題歌はなんていう主題歌、なんていう曲なの？乙女はミステリー2やつと、うんうん、乙女はミステリー2やつと水色のアンブレラ、アンブレ、水玉のアンブレラ。あ、水玉のアンブレラ、うん、自分の歌ってる曲だから。あ、ほんと？これじゃ何、あの声優とかなんかっていうのは初めて？初めてです。難しいでしょあれ。声質が可愛いから、うんうん、8歳の役なんです。あ、でもその声だったら8歳でも大丈夫。大丈夫かもしれない、うん、俺の声だったらちょっとやばいけど。やばいです。